はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になったままそうに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ冒頭からねちょっと噛んでしまいましたけどね、気を取り直して頑張っていきますんでね。ですね、白血病でね、僕ね骨髄移植をしてですね、その副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでますけどもね、それが抑えきれてなくて、今はね目の症状でね苦しんでおります。でここ2日くらいでね、まあ、突然なんですけどもね、目にこれまでとはまた違う違和感が出てきましてね、まあ時期的なものなんで、まあそろそろかななんてね、まあ思い始めてたんですよね。花粉症ですわ、まあ花粉症ですわって言ってもね、まあ今の僕にはそのこの目の状況もありますからね、黒目に傷がある状態でね、その花粉の攻撃がこう上乗せされるとですね、相当なダメージがあるんで、それなりにね目が苦しめられるんですけども、まあね部屋の中ではね、まあ、加湿器をつけてますので、あの隙間風とかもね、その花粉が舞い込んできたとしてもね、その部屋の中の湿度が高いので、まあ、人がこう動いてもね、その部屋の中でその花粉がですね舞いにくいので、まあ、それなりにねその過ごしやすくするためにね環境をしっかり整えております。まあ、このようにねその花粉症のためにね湿度を上げるようにはねお話ししている感じになってますけども、単純に乾燥してたら目も喉も乾くし痛くなるしね、まあ加湿器をつけてね体を守ったことがね、まあ、結果的にこうそうしております。しかしね、まだまだそのこれから花粉の、ね、量がね多くなってくるしですね、まあ、去年から流行っている新型ウイルスもあるのでね、今後はねこのままの状態ではいかなくなってくるのかもしれません。でもそんなことにもならないようにですね、それなりにケアが必要になってきますので、まあ、皆さんもね今もなお猛威を振るっている新型ウイルスのこともあるしね、まだそれが進化を遂げてね新種が日本にもやってきてます。なので皆さんにもですねプラスプラスのケアが必要となってきます。まあ、これからね花粉症が始まるシーズンでございますけどもね、もう僕のようにねそのすでに始まってる人もねいてるようですけどね、身近なところで言うたらうちの長男もねアレルギーの薬をね飲み始めました。でそんな長男を見てですね、あこれはねその花粉のアレルギー対策もねウイルス対策もねどっか似てるようなね気がしたんですよね。まあ、薬を飲むのはもちろんなんですけどね、加湿をして湿度を高くしたり手洗いうがいの消毒などの他にですね、テーブルを拭く時の方法などのね、そんなような対策をねいろいろ考えてみるとですね、そっくりそのままね、その花粉症にもねウイルス対策にもねお互いにね使えることなんですよね。そこでね花粉のようなアレルギー対策とねウイルス感染症対策の両方ともねこう調べ直して改めてこう見比べてみたところですね、日本医科大学附属病院のね耳鼻咽喉科が新型ウイルス感染症が流行している中でですね、花粉症が新型感染症の拡大のリスク因子になるとね指摘しているというのをね見つけたんですよ。花粉症でくしゃみが止まらずですね、鼻や目がかゆというね、まあ、例年ならねこれが生活の質の著しい低下につながっていたんですけどね、今年はそれにさらにですね新型ウイルス感染のリスクのね増大がね加わります。新型ウイルスの感染経路の一つがねその接触感染なので、マスクをつけた手で極力顔を触らないようにすることがね重要だと言われてるんですけどもね、花粉症の症状を抑えられてないためにですね、頻繁にやっぱり手でねその鼻や目を触るとですねウイルスに感染するリスクが、ね、高くなるんです。まあ、そのようなことをしてしまうとですね、僕のようにねその目に傷がついてしまうかもしれませんのでね、注意した方がいいですよね。そして、ね、もう一つの問題点はですね、くしゃみによってウイルスをこうふわっと撒き散らしてしまって感染拡大を引き起こしてしまうことなんですよね。新型ウイルスはねよく知られているようですね、無症状イコール感染していないではなくてですね、症状がなくてもですね咽頭にウイルスを持っている人がね花粉症でくしゃみをすると周りの人への感染リスクが高くなってしまいます。くしゃみの場合はですね、口から飛沫が出るスピードがね非常に速いので、ヘックシュンってしたらパッと一瞬でね飛んでいってしまうのでね、マスクの隙間からですねウイルスがこう拡散する可能性が高いんです。ほんでね、ウイルス対策としてはですね、換気が必須でね、特に飲食店ではね窓を開けっぱなしにしてね風通しをよくしていますけどね、花粉症ではね換気はね大敵なんですよ。まあ、そんなことをしているとですね、その花粉にさらされてねより
くしゃみなどね症状がひどくなってしまいます。飲食店ではねマスクを外さざるを得ずにですねくしゃみを連発するという事態も考えられます。なのでね新型ウイルスに感染するとですね新型ウイルスを感染させるといったと双方のリスクを低くするためにはですね花粉症の適切な治療しかありません。そのためにはですね適切な薬を適切に使うのが大事なんですよね。花粉症の薬の中にはですね効果が最大に出るまでね、まあ、1、2週間かかるのもありますしね、すでに花粉症だと分かっている人はですね今この瞬間からね薬を飲み始めるべきなんですよ。しかしですねそれではもうすでに出ている人がいてますので決して早い対策とは言えません。花粉症の中でもですね薬で症状を抑えきれていないという人もね少なくはないんですけどもね、それはね適切な薬を使えてないからなんですよ。まあ僕は今出されている薬の関係でね花粉症に特化した薬はねまだ出してもらってませんけども、その花粉症の薬というのはですねそれぞれ得意とする症状が違いますので、このくしゃみやね鼻水が辛い人にはね第二世代抗ヒスタミン薬がね効きやすい人がね多いですし、鼻詰まりにはですね抗ロエコトリエン薬が必要でね抗ヒスタミン薬ではね効きませんし、そして市販の薬ではですね抗ロイコトリエン薬がねそもそもねないんですよ。花粉症はねごくね軽症ならね市販薬はねまあ1種類の薬でね症状を抑えられますけどもね、そういう人はね稀ですのでほとんどはねまあ2種類以上のね処方がね必要です。そうなるとですね花粉症治療にこう力を入れてくれてるね耳鼻咽喉科に行ってですね見てもらわなければなりません。花粉症に詳しい耳鼻咽喉科の先生であればですね、こう患者さんが来る時期とですね症状によってねその別の薬を選択してくれたりとか、あと組み合わせてくれたりしてね、あの様子を見て途中でこう切り替えたりなどね、あのオーダーメイドの処方をねしてくれる病院もありますしね、あの飲み薬が苦手な人っていうのは1日に1回の使用でね24時間効果がずっと持続してくれるこの貼り薬とかっていうのもね2018年にね発売されてますので、病院に行った時にねそのことをね先生にねいろいろ相談してみてください。そしてもう一つ押さえていきたいのはですね、患者さん自身がね適切な使い方をできているかなんですよ。花粉症の薬というのはですね点鼻薬とね点眼薬を含めてね症状が出る時だけ使うものではなくてですね、こう毎日決められた回数を使うものなんですよ。そうすることで血中濃度がねこう一定化して花粉症の症状を抑制することができます。しかしですね血中濃度が変わってしまうような食材をね食べてしまうとですね薬の効き方が変わるので、まあ、この薬を使っている時は食べ合わせてはいけないものはないですかっていうのをね先生やねその調剤薬局の薬剤師さんにね聞いてみてください。今の現状でね僕自身がねその分かっていてその先生とかね聞いてですねそれを皆さんにねお伝えできる食材があるとすればですね、先日の動画でお伝えしたグレープフルーツですよね。グレープフルーツの中に入っているフラノクマリンという成分がですね血中濃度をね変えてしまうだけではなくてですね小腸でのね細胞膜が薬を吸収するときにそのフラノクマリンがね邪魔をしてしまって薬の効き目が悪くなることが分かってるからなんですよ。だからまあこの時期からねグレープフルーツがちょっと要注意になる人が多くなるかもしれません。このようにですね適切な薬を適切な方法で使えばですねほとんどの人が日常生活に支障がないレベルまで、ね、症状を抑えることができると言います。もしこれまで使っていた薬が効かない重症例があったとしてもね、従来薬と作用基準が異なる別の薬が登場しているようにですね他にも体に合う可能性のある薬がねどんどん登場してます。しかしそれらを使うにはそれなりに現在の体に合わせたね条件を満たせなければなりませんけどもね、これで苦しみからね脱せられた人はねかなりいてるようなんですよ。これまでずっとね花粉症の治療をね受けてなかった人もね今年は新型ウイルス対策として考え直すべきなんです。でもなかなかねこれがその花粉症対策をしろって言ってもですね花粉の症状が出てなかったら別にせんでもええやんって思ってしまうのが現状なんですよね。まあそんな方でもその花粉症になってしまっている方でもですねやっぱ薬に対して気になるのがねあの花粉症の薬で眠たくなる問題っていうのがねすごい気になりますよね。でもこれはですね薬の選択で解決できますのでね眠たくなりたくないんだよって、ね、先生にね伝えられればねまあそれなりにね選んでくれると思います。ぜひね今シーズンからはね花粉症でない人もね花粉のことを気にしていってください。もうねほんまにこの1年間でね皆さんはきっとねその感染対策というものに対してねストレスをすごい感じてると思うんですよ。そうするとねやっぱ体の免疫機能とか低下してくるのでねあのきっとねあの中でも花粉症がねあの今年になって出てきてしまったわっていう人もね出てくると思うんで、ぜひ今シーズンからね花粉もね気にしていってください。そんな感じでね花粉のアレルギー対策とウイルス対策は
結構同じ対策方法でいけるので、しっかり行っていきましょうというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。